ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔々の話ではあるものの、はなはだ遺憾なことであり、とっても許されるべきことではありません。だから部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで、悪事にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織をまるまるっと変えちゃって、私がダイレクトに会社を指揮する仕組みにしちゃいます。スピーディーな意思決定でお客様が求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾としてとっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。それは今や皆様の生活の基盤ともいえる弊社の基幹サービスエデンの大幅アップデートです。今回のアップデートであんなことやこんなことができるようになっちゃうんですけど、詳細はまだ秘密。でもエデンアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対に参加して神聖神城の誠意、そして新しいエデンの可能性を直接体験してくださいね。やられたよ。ええ、敵も猿もの見事に先手を打たれましたね。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに神城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。神城側からこの件に関するリークがあったんだ。内部告発という形でな。つまりこちらが追及する前に向こうから罪を告白したということですね。うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕で事件を幕引きにしまった。推測の息は出ないが、内部告発自体岸辺の指示によるものだ。そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより、自分たちから発表した方がはるかに印象がいいだろう。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を同時にやるとは。世間の目を分散させるいい手だ。まさに岸辺劇場だよ。相手はやはりなかなかのやり手だな。逆転の一手は岸辺と例のハッカーたち。
デモンズとのつながりを証明する物的証拠の確保ですね。だがデモンズに所属するハッカーたちのアカウントは消されてしまっている状態でな、現実世界での特定は難しいだろう。そうでしたか。京ちゃん、すまなかったな。せっかく掴みかけた神代の尻尾をミスミス。いえ、あの件に関しては焦って動いても結果は同じだったかもしれません。まったく、人が真面目に話しているときに、せめてもう少し緊張感のある着信音にだな。お、白峰ノキアからの呼び出しか。我々のことは気にせず行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろ。今は打つ手がない。相手の出方を待ってみるのも一つの作戦だ。また女子君の能力に頼るしかないな。まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。ん？あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも神代が病院にいるあの子の本体に気づいたら。ただじゃ済まさないか。あるいは、ん？ひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているのにね。だから悪いことにデジモンを利用するハッカーたちもこれ以上ほっとけないっての。あ、遅いよ。君はもういい。なんで、ほっとけないからなんだってんだよ。決まってるじゃない。デジモンたちを助けるためにハッカーたちをやっつけるの。おいおい、ずいぶんと鼻息が荒いな。この前フェイに負けた時から私の力が足りてないってことはちゃんと分かってる。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団を結成しようって思ってるの。テイマー集団？二人ともジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？ジュード、ちょっと前に活躍したハッカーチームのことだよな。さすがアラタ、よく知ってるね。ジュードのメンバーはハッカーなのに、普通のユーザーやデジモンを困らせるような悪いことは絶対にしなかったんだって。だから、ジュードの元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて強力なチームを作るの。その名もリベリオンズ。悪いハッカーからデジモンとエデンを守るチームだよ。どうどう、すっごくいいアイディアでしょ。ネーミングも MI って思わない？もちろんリーダーは新ただよ。っていうか、新たしかいない。ああ、だって新た優秀なハッカーだもんね。クーロンでウニョウニョに襲われた時も助けてくれたし、
略してデジヘルでも。断る。え？断る？なんでなんで？どうしてどうして？あ、ひょっとしてリーダーっていうのが不満？なんならボスでもキャプテンでも監督でも親方でも新たの好きなように。オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。ごっこ遊び？俺はあのイカれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい、オタクもこんな奴に付き合ってる場合か？ちょっと話があるんだ。後で新宿に来てくれ。待ってるぜ。何よあれ、感じ悪ぅ。いいもん、仲間になってくれなくったって勝手にやるもんねえ。うん？なあ、あんた上白優子だよな。あいつから話は聞いてるぜ。何してんだよこんなとこで。京子さんに教えてもらったんです、あの人がここにいるって。ああ、あいつに用ってわけな。あいつはこの中だ。うぜえのも一緒だけど。さっきは真剣な顔して何見てたんだ？あ、いえ。おお。腹減ってんの？そんじゃまたな。ひょっとして上白優子さん？あの上白エンタープライズの？
に友達。じゃあひょっとしてひょっとして私たちも友達ってこと？え？そりゃそうだよね。友達の友達は友達ってずっと昔から世の中の摂理だもんね。え、ま、あ、キノでもいいけど。あ、これ小学校時代からの呼び名。あのあなたのことはユーコッチでいい？あ、ユコリンとかでも超可愛いかも。で、出直してきます。ユーコッチ、またね。それにしても君ってキャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。とにかくクーロン行ってユーゴを探そう。え、一度事務所に戻って行き先を報告するって？了解。じゃあクーロンで待ち合わせね。前の集合場所で。急いで来てよね。おや、早かったじゃないか。友人からのお呼び出しはもういいのか？リベリウンズ？友達の友達は友達？何を言ってるのかさっぱりわからないが、君もなかなか面倒に巻き込まれやすいタイプのようだね。ん？又吉刑事はどうしたのかって？ついさっき帰ったところだよ。今は相手の動きを待つべき時だ。君もしばらくは自由に行動してくれていい。こんな時は友達を助けてあげるのも一つの時間の使い道かもしれないぞ。何がどう巡り巡って明日の自分のためになるかわからない。ほら、情けは人のためならずと言うだろ。情けは人のためならず、使いどころが違うんじゃないかって？そう思うのなら正しい意味を自分で調べてみたまえ。
ナンパって何？ああ、ナンパっていうのはね、私のエロカワボディを狙って愚かなオスどもが繰り広げる禁断の果実的な祭典なの。なんだかよくわかんないけど怖そうだね。そう、怖いの。ただしイケメンにだけは許されるの。君は何を言っているんだ。あっ、ユーゴ、こんなところでいきなり会うなんて超偶然、超ラッキー。この偶然、ちょっと運命とか感じちゃうな。私ちょうどあなたに話したいことがあったから。君の主張は理解した。うん、確かに最近のザクソンは結束が緩んでいる。うんうん、他のチームのハッカーたちにも目に余る行動をする者が目立つ。うんうんうん、なが力に力で対抗しても余計な混乱を生むだけだとは思わないか。この空論でもう一度ハッカーたちをまとめ直し、エデンかつての秩序を復活させる。その役目を果たすのは君じゃない、僕だ。
君の実力を見せてよ。私たちの大勝利。どこへ行くんだろうな。どうした？そんなに驚いた顔をして。また幽霊だとでも思ったのか？もしも彼女が本当に悪いハッカーたちと戦うことになったら、守ってあげてほしい。純粋にデジモンを助けようとする彼女を危険な目に遭わせるのは忍びない。それにこれ以上このエデンで犠牲者を出したくないんだ。また会おう。よう、遅かったな。ま、来てくれると思ってたぜ。ところで、ノキアは大丈夫なのかよ。オタクも妙なことに首突っ込まねえ方がいいぜ。中途半端な正義感とか、生半可な責任感ってやつが、一番始末に悪いんだ。それに、リーダーだなんて。責任を負うってことの半端なさがあいつには分かってね。で、今はそんなことはどうでもいい。お宅に話したかったのはあのスウェドーってやつのことだ。もちろん覚えてるよな。怪現象や化け物のことを調べてるとかっつ怪しげな神城の研究者だよ。どうしてもあいつが話してたことが気になってな。実はこの間痕跡をたどってもう一度あいつに会ったんだ。尾行されるっていうのはあまりいい気がしないものですね。先日の異臭返しというところでしょうか。真田新さん。
バレバレか。私に何かご用事でも？ああ、前にオタクが話していたことが気になってな。ついでにオタクの調査ってのがどういうもんか覗き見できればメッケモンだと思ったってわけさ。あなたのそのシャリ構えた姿勢、素敵ですね。それに私の調査に興味を持っていただいているようで。エデン症候群、イーター、オタクが知ってることを洗いざらい教えてもらおうか。もちろん私が知っていることなら何でもお答えしますよ。あそこで出会えたのもきっと何かのご縁でしょうし。エデンからログアウトする前にイーターに精神データを壊されることで覚醒することができなくなる。それがあのイカれた病気が起きる理由だってのか。ええ、あくまでもまだ仮説ですがね。しかしまさかエデンへのログインが現実世界の肉体に影響を及ぼすなんてね。興味深いとは思いませんか。で、どうやったらあの病気を治せんだ。それはまだわかりません、残念ながら。しかしデジタルシフトについて少し面白い話があります。もったいつけんなよ。実はデジタルシフトを引き起こすデジタルウェーブの異常には一定のパターンが認められることが分かったのです。デジタルシフトの直前に必ず外部から何がしかの干渉がある。その後デジタルウェーブが増幅しデジタルシフトが起こる。干渉？そうです。つまり何かあるいは何かによってデジタルシフトがコントロールされている。そう考えることができるのです。まあこれもあくまで憶測にすみませんよね。誰かが意図的にデジタルシフトを起こしてるってのか。ご興味がおありなら調べてみてはいかがです。デジタルシフトをコントロールする何か。それにしてもアラカスさん、どうしてそんなにイーターやエデン症候群のことを知りたいんです。俺はどうしても知りてえんだ、あのイカれた病気の原因を。手がかりになるものがねえか、この辺りを探してみてえんだ。オタクにとってもあれだ、乗りかかった船ってやつだろ。なあ、手伝ってくれよ。そう来なくっちゃな。よし、行こうぜ。
やっと繋がったな。さっきのはなんだ。オタク、一体何をしたんだ。とにかく今からそっち行く。何が起きたのか詳しく聞かせてもらうからな。なるほどな。じゃあオタクもエデン症候群ってわけか。オタク、あの時イーターに食われてたんだな。スウェードの仮説は間違ってなかったってことか。コネクトジャンプ、その体だからできるゲートってことだな。てか悪い、あの時俺がオタクを置いていかなければ。気にすんなってか。オタク、人が良すぎんだろ。しょうがねえ、エデン症候群を調べる理由が増えちまったな。暴こうぜこの事件の真相。オタクの体を元に戻すためにもな。お、どうかしたのか。何か。これは移動してきた先で目当ての現象が起きるなんて、偶然にしちゃちょっとできすぎだな。ちょいちょい人をびっくりさせやがってな。あ、もちろんオタクも行くだろ。目的ははっきりしたからな。よし、行こうぜ。いつ見てもいい感じだな。リアルとデジタルが交差した電脳世界ってやつ。見た感じ、ここも前と同じように出口がないタイプみてえだ。あの化け物をぶっ倒して収束させるしかないってわけだな。するぜ。どんどんつなげて。どんどんつなげて。みんなよく頑張ったね。するぜ。このまま突っ走れ。どんどんつなげて。
案外大したことなかったな。案外大したことなかったな。大したことなかったな。
見せるとやられるぞ。このまま突っ走れ。このまま突っ走れ。このまま突っ走れ。終わったか。お疲れさん。イーターを倒せば元に戻るってのは変わらないみたいだな。にしてもだ、あの化け物は倒せたけど、何がこのイカれた現象をコントロールしてるのか結局分からずじまいだったな。例のあの病気のことだって新しい情報はつかめなかったし。おほう、これはこれは。おたく、どうしてここに。デジタルシフトを感知して来てみたんです。お二人ともひょっとしてあの中に。そうでしたか。どうして声をかけてくれなかったんです。なんとも水臭い話じゃありませんか。されて、新しい何かはありませんでしたか。まあ強いて言うなら、あの化け物が人間を食って変身したってことぐらいか。それは興味深い。その情報は私が立てている新しい仮説とも一致する。新しい仮説？どうやらイーターは取り込んだものに合わせて少しずつ形を変えているようなのです。今回のイーターは人間のデータを取り込むことによって人の形に近づいた。ひょっとするとイーターは
単純なデジタルデータでは飽き足らず、物質世界の有機生命体である人間のデータをも取り込もうとしているのかもしれません。人間のデータ、一体何のために？そこまでは分かりません。今はまだね。お二方、貴重な情報をありがとうございました。おい待てよ。はあ、まだ話足りないと？私もだいぶ疲れてしまいましたね。私もあなたのことは好ましいと思っています。気持ち悪いこと言ってんじゃねえよ。俺はその長いものに巻かれまいとするアウトロー感、大きなものに抗おうとする反逆者的精神。アルカさん、あなたはさまざまな可能性をお持ちのようだ。またお会いしましょう、近いうちにね。クソ、自分が言いたいことだけ言ってさっさと消えちまいやがって。あいつやっぱりうさんくさいな。本当に研究だけが目的なのか？よし、決めたぜ。納得いくまで調べてやるんだよ。あのスエドーってやつの正体と神城のことをな。うん？どうやって調べるかって？もちろん神城の本社に潜入するのさ。簡単なことだろ。オタクのコネクトジャンプと俺のハッキングを使えばな。それにコネだってあるじゃないか。少し作戦を考える。また連絡するわ。随分と遅かったじゃないか。いやいや構わんよ。こちらは特に目立った動きはなかったからね。動きがあった？やはり情けは人のためならずだな。何があったのか詳しく聞かせてくれ。ロキア君は好きにやらせてやるといい。彼女は言動や見た目ほど軽々しい娘ではなさそうだ。彼女なりに熟慮して出した答えなのだろう。我々にそれを阻む権利はない。新田君の神城への潜入についても賛成だ。彼の作戦立案を待とうじゃないか。なんだか周囲がざわざわしてきたな。今度はそのざわざわにゾクゾクしようじゃないか。Thank you.
Thank you.
Thank you.
you